あ、一緒に使おうよか。うん、いいよ。じゃあ私可愛くやるわ、うん、頑張って。私ノーマルでいくな。OK。 じゃあ私は何すればいい？え、好きに。ちょっと待って、あやかちゃん仕切ってないあれ、あやかちゃんがフルーツサンド作ってたからどうかなって思ったんけど。そうですね、仕切ってください、うん、洗った方がいいんじゃない？え、そう、洗ってくるか。フルーツ洗わなきゃ、うん、じゃあマスカット。え、じゃあどうする？じゃあ一回外そう。リーダーあやかがまさかのノープラン。さらに、あ、じゃあそれ切る？洗わへんのこれ。え、だってそれ洗わなくていいですよ。キウイも洗わへん。剥くからいい、うん、え、わかんない。キウイって洗うの？わし洗うで、いつも。これも洗うでしょ。え、これ洗うの？洗わへんの？わかんない洗ったけど大丈夫。わかった、じゃあ洗おう。オレンジはでも切ったら中身だけだからいいんじゃない？そうですかね。あ、いいよ、洗いな洗おう。オレンジ洗うの？洗わへんの？え、私洗ったことないよ。え、でもさ、え、わかんない、皮使わないじゃん。え、まあ洗おう、洗おう超気にするじゃん。わかんないかな。いや、洗いたかったら洗おう。キレイは洗おう。毛生えてるから。超熱いの気をつけて。私キウイ洗うの初めて。え、キウイマジで洗わなくていいって。え、洗わなくていいって。皮むくじゃん。洗っといたら間違いはないやん。皮むいて洗うんじゃない？違う、見て何が洗うんだよ。皮がついてるかなみたいな。むいとくよ、うん、切るよ。本当に、あ、やばいやばい。ちょっとフルーツサンドチームが揉めてた様子だけど大丈夫？違うんですよ、キウイって皮を剥くじゃないですか、うん、なんで洗うって言うんですよ。え、またフルーツ洗う洗わない問題。え、じゃあまやぶどうも皮むくやん。ぶどうは洗わへんの？え、ぶどうは皮ごと食べれるやん。え、むくとき洗わへんの？いやいや、洗うそれと一緒やん。キウイって皮洗いますか？キウイの皮、はい、洗わないかも。半分に切って。でも私家のキウイ濡れてました。家のキウイ、キュウリの話？キュウリは洗うよ。私たちは今キュウリの話をしてる。キュウリの話じゃないんだよ。やばいやばい。あ、でもキュウリは分かれるかもね。その、そうですよね。もげもげの毛を洗って落とすか。でもオレンジは洗わない。ですよね、うん。オレンジは洗わないですよ。洗わなかったね。洗わなかった。まゆかちゃんが折れて洗わなくなったんだね。よかったですね。え、結局キウイは洗ったの？洗いました。びっちょびちょです。